今日はですね、僕のお店ノルベさんにあります。ノルベさんの近いで、ノルベさんの近いから向かい、こちらノルベさんビール園、ちょっとこちらに行ってみたいと思います。もう目の前なんでね。でもね、ずっとね、北海道といえばジンギスカン、結構僕大好きなんですよ。食べてみたいなと思ってまして、来てみたいと思います。それではレッツゴー。ということで、今日はビール園さんで食レポやっていきたいと思います。それでは乾杯。いただきます。いただきます。最高です。札幌クラシック。こちらのお肉が豚のロースになります。味付けになってます。こちらが鶏、こちらが味付けのジンギスカンですね。ショルダーっていう部分が部位になります。でこちらが味付いてないショルダーで、こちらがマトンロールですね。マトンとラムの違いっていうのは、ラムが子供、マトンが大人です。なるほど。で、味の方もマトンの方が脂身が少なく歯応えが少しあるような感じになります。こちらの方が柔らかくなります。はい。で、焼き方としましては、鉄板の上に野菜を乗せて、上に肉を乗せて蒸し焼きにするという形になりますので。なるほどですね。はい、召し上がってください。いや、うまそう。いや、いいですね。行きましょう。ありがとうございます。さっき説明していただいたんで、しっかりとまず油を取りまして、まずは野菜を敷いて蒸し焼きにするっていうことなので、レシピ通りにやってみたいと思います。野菜ね、北海道はね、野菜も美味しいからね、最高ですよ。もやしをまず小高く盛るのかな。もうプロどっか行っちゃったからね。やっぱ北海道といえばっすよね、ジンギスカンは。間違いないですね、北海道といえばジンギスカン。みんな好きっすよね、最高です。ぜひよかったら、うちのお店の向かいにありますんで、初日はお寿司、2日目はジンギスカン、ぜひお願いします。間違いないっすね。で、ジンギスカン食べた後に最後に、もう一回うちのお寿司締めにどうでしょう。はい、まずはこいつに蒸し焼きにするってことなんで、出ていきたいと思います。赤身が多いって言ってましたよね。赤身が多いって言ってましたね。いいっすね、赤身好きとしては。いいですね、やっぱりね、最近ダイエットしてるから。ジンギスカンすごくダイエットにもいいらしいですよ。幸せ太りですか。幸せ太りコロナ太りでもありますけど。コロナ太り、なるほど。まあ、こんな感じかな。はい、こんな感じで、蒸し焼きだそうです、ね。はい、ちょっと様子を見ていきたいと思います。次はタレをですね、入れたいなと思ったんですけども、タレ2つあるの。濃厚ダレ、あっさりダレ、塩コショウ、まあこれ3種類あるの。これ悩みますね。ということで、悩んじゃうんで、全部ちょっとずついっちゃいますか。これ黒いのに、この濃厚ダレをちょっと入れまして、あっさりダレを白いのに入れまして、お塩はですね、食べる前に直接、なんかそのお塩もオリジナル塩コショウ、手羽先金賞のお塩だ。いい音してきましたね。いい音してますね。もうちょっとですね。もうちょっとですね。これはゆっくり回すしかないですね。ちょっと焼き方、これで合ってるか不安なんで、ちょっとスタッフさん呼びたいと思います。はい。はい。すいません、ちょっと焼き方これで合ってるかわかんないんで、少しちょっと焼いてもらってもいいですか。わかりました。ジンギスカンはですね、生のラムの場合はこの、もやしとかキャベツ先に敷いた時に、はい、上にジンギスカン乗っていただいて、蒸し上がる状態で焼いていくんですよね。なるほど、はい、そういうことなんですね。はい、僕いつもね、やっぱり直接乗せてたんです。そうですか。ね、まあ、カットは焼けるんですけど、こうやって蒸し焼きにすることによって、お肉が柔らかくてジューシーに仕上がってきます。あ、はい、これなんかはもうちょっと、ね、こっちは何なんですけど、この辺なんかはもう大体食べ頃になってきます。なるほど。はい、食べ頃ですね。ありがとうございます。はい、ちなみに、お名前聞いてもいいですか。あ、ノルベさんビール園の伊藤です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと伊藤料理長にちょっと今日はゲスト出演していただきました。ありがとうございます。緊張しました。ありがとうございます。はい、それではちょっと焼けたみたいなので、この濃厚だね、あっさりだね、一種類ずつちょっといってみたいと思います。実食いただきます。さあ、
や、美味しそうっすね。いや、マジでうまそう。このタレ、めっちゃ好き。うまい。肉も臭くないし、柔らかいし、めちゃめちゃ最高っす。もうね、僕今食べてるしところをね、カメラマンさん撮ってくれてますけどね、めっちゃよだれ出てますからね。その次だから僕今度あさりだから食べちゃいますよね。うん、美味しい。これはこれで両方捨てがたいな、うん、両方のタレも楽しめていいですね。これ最高です。ですね、今こちらのビール屋の若槻さんが、はい、素晴らしいメニューにないメニューをちょっと用意してくれました。はい、プラノの英語のサロンになります。すげえ。これ北海道で十勝とか結構有名な黒毛和牛なんですけども、プラノの負けると全然今はもう急上昇してる。有名ですよね、はい、どこ今スーパーとか行ってもプラノ和牛ってめちゃめちゃ書いてますもんね。それも英語のサロンってなかなか手に入らない。すごい。これをどうぞ、裏メニューでありますので、はい、お前上げてくれれば、わさびがわさび醤油で食べると、和牛の風味の和牛はタレあんかけるわさび醤油食べた方が絶対です。握っちゃいますか。握っても握っちゃいますか。あぶって食べても最高に美味しいと思います。どうぞ肉をたくさん味わっていってください。ありがとうございます。では、すいません、なんか裏メニューまで。いえいえ、また何かありましたら声かけてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ということで皆さん声かけてくれれば何でも作ってくれるそうなんで、ちょっとオムライス頼んでみますか。何でも作ってくれるみたいなので、ぜひちょっとメニューにないものありますかと尋ねていただいたら、こういうメニューにないものが来ちゃうかもしれませんね。はい、ということで先ほど裏メニューのこちらのフラノワ牛ですね、 A5 ランクって言ったから焼いていきたいと思います。すごい。まずはこれ1個ずついこうかな。表面をステーキと同じですね。刺しがすごいですね。はい、最高ですね。これ次は B 面、もうちなみにひっくり返すとこんな感じですね。これで4面焼いたらもういけますね。これでしょ、これ。あ、いい感じに仕上がりましたね。これもう弾力、これはね、ミディアムレアぐらいの弾力だと思われます。それではこちらを食していきたいと思います。これはお塩で、へー、お先にいただいちゃいます。うん、めちゃくちゃ上品ですね、これ。すごい、うん、でも食べてグッと脂出るんですけど、しつこくないんですね。やっぱりいいお肉の脂は体に美味しい。はい、ということで食べ放題、もうお腹いっぱいいただいちゃいました。実に美味しかったです。ジンギスカン体にもいいし、いい感じです。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。お会計ですね、6,556円。安い。え、だって3500円とかって言ってなかった？ほら、見てください、3,500円で、僕クーポン出したんで、1980円の飲み放題の1000円で安っ。めちゃめちゃ安い。なるほど。いや、本当ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。また来ますから。はい、ごちそうさまでした。皆さんもぜひ来てみてください。いいお店でした。はい、というわけで今日はですね、ノルベサビール園さんの方にお邪魔してみました。いや、本当もうたらふく食べてですよ。通常3,500円だったらしいんですけど、食べ放題ですもんね。食べ放題ですよ。こんな美味しい肉食べて、僕たち食べてないけどアイス食べれたんだ。あ、アイス食べてないし、アイス食べてなかった、はい、で1980円にアルコール飲み放題1000円、29%です。消費税入れても3300円以下です。めちゃめちゃ安い。安い。ここ見てください、
980円ランチですよ。すごい、アイス1本サービス。さすがに安すぎます、ね、安すぎます、ね、これはもう皆さん今の機会にぜひ来てみた方がいいと思います。ということで今日は系列店のノルベサビール園に来てみちゃいました。この動画気に入ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。またね。